横須賀市立横須賀高等学校は、かつて、神奈川県横須賀市森崎5丁目に存在した市立高等学校。1972年、横須賀市立の普通科高校2校を統合して開校。横高、県横などと称される、神奈川県立横須賀高等学校に対し、市横という略称が一般的であった。2003年、横須賀市立商業高等学校。 横須賀市立工業高等学校と統合をされ、横須賀市立横須賀総合高等学校が開校。本校は閉校となった。閉校後、横須賀市は跡地の売却先を公募し、学校法人の誘致を目指していたが、不調に終わった。2011年、市内の不動産誤社による戸建て住宅用地として売却が決定した。旧市立横須賀高校跡地の売却先を公募。 横須賀市、カナロコオリジナルの2012年7月11日時点における、アーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ SN3i ハット、旧市立横須賀高校跡地の売却が決定しました。横須賀市長、吉田友人の公式ホームページ。2011年9月26日閲覧。 昭和2年4月25日付、け官報文部省告示、第219号昭和12年4月17日付、け、官報文部省告示第210号昭和17年4月16日付、け、官報文部省告示第389号昭和11年4月14日付、け、官報文部省告示第196号昭和14年4月12日付、け、 関法文部省告示第272号章は17年4月24日付、関法文部省告示第435号章は17年4月18日付、関法文部省告示第410号。ありがとうございます。